的迫害では、イスラム教徒によってなされた、多宗教の信者、無信論者、無宗教者などへの迫害について記述する。イスラームの支配領域において行われた、異教徒への保護については、ズインミリの項目を、イスラームの名のもとに行われた戦いについては、ジハードの項目も参照のこと。 イスラームの快祖であるムハンマドイブニアブドゥラーフは、寛容で慈悲深い人間であった。ただし、例外として、自国民が多数襲撃される等の深刻な被害に、あった場合や、多大なる損害を被った場合に、自衛のために戦うことは行っていた。しかし、メッカの多神教徒に対しては、10年以上にわたって、 彼らから命を狙われ迫害を受け続け、国をも追われる原因となったにもかかわらず、勝利した時には、メッカの町に、無血会上した新京都を、全くの、おがめなしで許したという歴史条例を見ない事件がある。以前に、ユダヤ教徒やメッカの多新京都がムスリムを厳しく、迫害しており、ムハンマド自身も命を失いかけたことがあったという、事実があるにもかかわらず、 示された、ムハンマドの寛容な態度は、イスラム教徒による、宗教的迫害というものが偏見と劣造によって、作られていることを知らしめている。ムハンマドに下された啓示をまとめたイスラームの、聖典たるクルアーンにも、宗教には、無理じいは、禁物との趣旨の記述があり、ムスリムたちに、異教徒への寛容を呼びかけている。初期カリフ時代から、ウマイや長期にかけて、 ムハンマドの遺言に従いイスラームが、当地中海世界とペルシアを征服するに至り、キリスト教徒、ユダヤ教徒、ゾロアスター教徒は厳しく、権利を保護された市民であるズインミーとなり、イスラームの絶対的保護のもとに置かれた。イスラム教軍のペルシア征服によりゾロアスター教徒は、国家の庇護を失い、続く、ズインミー化により、ムスリムへの布教は禁止され、 ジズヤなどの税金が課せられた。結果として、多くのゾロアスター教徒は、長いイスラーム統治の間に、自発的にイスラームに改収した。また、ゾロアスター教徒の中には、信教の自由を求めて、インドに移住する者も,も多かった。19世紀に、ペルシアの近代化政策が始まり、インドの同胞の支援などもあって、ゾロアスター教徒は一旦解放された。 ハーキム・ファーティマ朝の君主ハーキムは熱烈なシーアハムスリムであり異教徒に対して厳しい取り締まりを行った。ユダヤ教徒とキリスト教徒の男性は黒いターバンを必ず着用して外見で区別できるように命じ、それとともにキリスト教徒は木の十字架、ユダヤ教徒は鈴を常に身につけるよう義務付けた。キリスト教の教会修道院。 ユダヤ教のシナゴーグはすべて廃止を命ぜられ、財産を没収された。これには、一切の例外はなく、1009年にはムスリムによるエルサレム征服以来、キリスト教徒の宗教的自治によって保全されてきた聖、墳墓教会すらも破壊された。十字軍がイスラム世界における暴力的な征服を高めるにつれ、イスラーム以外の宗教に対する、 排他的姿勢もまた高まりを見せた。とりわけ、マグレブ、アンダルスに勢力を張った。ムアヒド朝は過激化するキリスト教徒、ユダヤ教徒に対し取り締まりを強化した。結果として、マグレブでのキリスト教徒の共同体は消滅した。また、アンダルスでも、モサラベやユダヤ人が、キリスト教徒の支配する北部イベリアへの脱出や、イスラームへの偽装帰業をした。 コルドバのユダヤ人哲学者マイモニデスも、その一人でイスラームへの偽装回収を行い、後にエジプトに亡命した際に、ムスリムの友人の助けを借りて、ムスリム法廷でこの回収を向こうとした。オスマン帝国は歴史的、地理的経緯から当初は、キリスト教とユダヤ教徒に対しても、極めて寛大な政策をとっていた。 スペインの迫害を逃れてきた多くのユダヤ人の存在からもこのことが証明されている。当時帝国内の非ムスリムは法的にはすべて平等に随身身分とされ、ムスリムの下に保護を位置づけられていたが、実際には数の上でムスリムと拮抗するキリスト教徒よりも圧倒的少数派のユダヤ教徒が社会的圧迫を感じていたが、当時のヨーロッパにおける ユダヤ人の待遇としては最も良好だったと言える。他方、帝国末期には、キリスト教徒はギリシャ人の放棄を抑えられなかった攻めを問われ、グリゴリオスゴセイは復活大祭を祝った直後に罪を問われた。12世紀以降トルコ系遊牧民が北インドの移住を開始した結果、多くの仏教徒とヒンドゥー教徒の間で戦闘が行われた。そして1203年、 北部インドの代表的大僧院ビクラマシーラをトルコ系イスラム教徒が襲撃。無抵抗の僧侶たちに凄惨な虐殺を開始した。僧侶をはじめ女子供を構わず皆殺しにし、ビクラマシーラ僧院は壊滅。このイスラム教徒による仏教と大虐殺のせいで、仏教は大打撃をこむり、インド国内では完全な少数派宗教と転落し、 イスラム教徒の北部支配が強まる中で滅亡した。そして現在のヒンドゥー教優位のインドとなった。だが、ムスリムが支配していたムガル帝国期までにはおおむね、平和的な関係がムスリムと非ムスリムの間に結ばれ、三代皇帝アクバル以降、ジズヤは廃止され一世紀程度は、ほぼ完全な信教の自由と平等が確立した。アウラングゼーブしかし、 六大皇帝のアウラングゼーブは、熱烈なスンナハムスリムで、イスラームへの信仰と、異教徒への敵意から、ヒンドゥー教や祝教など多宗教に対する迫害を、開始した。ヒンドゥー寺院の破壊、寺院の新築、修繕の禁止、宗教教育の禁圧、ジズヤの復活などを行い、結果として、帝国内の多くの非ムスリムが、イスラム教へと回収した。 アウラングゼーブの政策は結果として、マラーターの指導者シバージーをはじめとするヒムスリムの反乱を呼び起こし、ムダル帝国の衰退の主因となった。とはいえ、アウラングゼーブは、軍事力においては死ぬまで、ヒンドゥー教徒に頼り続けなければならなかった。なぜなら、帝国軍の大部分の兵士や、軍主令官さえもが、帝国の民族構成上ヒンドゥー教徒でだったからで、ある。 ヒムスリムは、ズインミーとして、工場的に税制及び人権上の区別が設けられ、ムスリムに対する制度記者よりも、率の低い人道税が課せられた。現在のイランではシャリアを直接適用する、イスラム共和制の名のもとに、イスラム教徒と非イスラム教徒の間の格差が合法化されている。ゾロアスター教徒、キリスト教徒、ユダヤ教徒には、 一定程度の心境の自由を保障されており、国会に少数ながら議席を確保されているなど保護されており、かつてのズインミーに相当するとされる。その下にイスラームの異端、そして欧米とイスラエルの手先として支配層に認識されているバハイ教徒が存在しており、彼らの信仰は法律で禁止されているため多くがムスリムを装って生活しているとされる。 和廃教の信仰が発覚した場合、逮捕、投獄されることや場合によっては死刑に処されることもあり、国際連合や欧州連合などから問題視されている。また、無信論者、無宗教者も同様の扱いを受けている。国際連合や欧州連合、アムネスティ・インターナショナルなどは盛んに、イランにおける宗教的迫害に対し抗議を行っているが、 現在もそれを目殺している。サウジアラビアではイスラム教が国教である。宗教警察にあたる完全懲悪委員会がある。またはハーブ派はシアを異端のイスラム教徒ではなく非イスラム教徒であると宣言しているため、サウジアラビア東部のシーア派のイスラム教徒の宗教的自由も制限されている。またはハーブ派は 女性が車を運転することも禁止されているなど、イスラム教の厳格な解釈に基づく人権弾圧も問題とされている。日本初の新宗教団体として最大の海外組織を持つ創価学会も、サウジアラビアをはじめとする湾岸諸国では、アラブ首長国連邦のドバイに本拠を置く湾岸創価学会が剣活する形をとっている。しかし、 SGI 会長池田対策が現地の宗教家や有識者と対話したことはあるものの国内的には事実上活動できない状況に追い込まれている。イエメンではサウジなどと同様ムスリムの影響力が極めて強く飲酒などにおける刑が定められている。同性愛、廃教罪にも厳しい刑がある。アフガニスタンのターリバーン政権は ヒムスリム国民に対しイスラム教徒と区別できるよう特別な衣服の着用を義務付けた。またターリバーンはアフガニスタンのバーミアンにあった仏像を邪教の偶像として破壊した。これに対しても国際社会から批判が上がった。ターリバーンの崩壊後も強情的ムスリムの影響力は極めて強い。エジプトではコプト教徒がイスラム教徒により保護されている。 現在では、心境の自由が保障されている。実際にはイスラームからコプトへの回収は、極めて少ない。また、イスラーム法の厳格な適用を求める、イスラム原理主義者の勢力が強まっており、コプト教徒のズインミーカを強く主張するムスリム、同胞団などと指摘されることがあるが、実際には、ムスリム同胞団系勢力などによって成立した。 革命後の新憲法においても、信教の自由は保障される。国家は宗教的儀礼の実践と刑事宗教のための礼拝施設の設置の自由を保障する。これらは法律の規定に従うと明記された。スーダンにおけるイスラム教徒とキリスト教徒の間の内戦については、1990年代の初めからスーダン人権協会も含めた。 様々な人権団体によって記録されている。これには内戦という非宗教的要因が大きく、キリスト教徒がムスリムに対して虐殺などの行動をとっている。そのため1994年にはパストゥールでキリスト教徒への虐殺が発生した。イラクでは、米英軍の侵攻により接続的独裁政権であるフセイン政権が崩壊し、 宗教勢力が伸長したため国内の少数派であるアッシリア東方教会などのキリスト教徒が地域によっては地元のイスラム共同体からジズヤの支払いを要求されている場合もあるパキスタンでは建国の経緯から保守的イスラームの力が強く国内のアニミストやヒンドゥー教徒キリスト教徒などが共存しているイスラームやムハンマド コーランの批判を禁ずる法律が非ムスリムを含めた全国民に適用されている。2008年6月にはコーランを焼却し、ムハンマドへの批判を行ったとして、ムスリムの男性が死刑判決を受けた。またタイテロ戦争の影響で、パキスタン国内のキリスト教教会が襲撃される事件も発生した。マレーシアでもイスラームからの離脱は国外追放や、 再教育施設への習慣などが行われている。イスラエルの成立に伴い、武力衝突による人的被害が続き、植民地化されたパレスチナの国民を救うために、イスラム諸国ではユダヤ教徒へ抗議が増幅している。他の信仰への共存のために用いられる、コーランの不死、イスラーム法規定、ハディースなどは様々である。 元来、イスラーム政権下において、イスラーム以外の信仰を信ずる者は、ユダヤ教徒、キリスト教徒など、同系の宗教を信じる、経典の民とそれ以外に分けられた。経典の民にはイスラームへの回収と地図やの支払いを条件に、ズインミートして、一定の権利を認めるのがごく初期のイスラーム政権のあり方であったが、 実際にはすぐにそれ以外の信仰を持つ者に対しても、ズインミーとして信仰を許容することになり、生命権、財産権や信教の自由を保障された。このことから、古典イスラーム法を直接現代に適用した場合、少なくとも、イスラーム以外の信仰を持つ者に対し保護を行い、共存することは正当化し得るとされる。また一部の原理主義者は、 より厳しい教徒感を持っており、無信論者や多信教徒は、ツインミーとなる権利すらなく排斥するのみとする意見も、ある。さらに、ユダヤ、十字軍に対する聖戦のための、国際イスラム戦線やジハード団のように、キリスト教徒、ユダヤ教徒に対しても排斥を訴えるグループもあり、この場合ジハードの協議を持ち出し、 パレスチナで虐殺を続けるイスラエルとアメリカのイスラム世界への圧迫はキリスト教徒とユダヤ教徒のイスラム世界への侵略に他ならないとしてその主張を正当化している。シク教徒やバハイ教徒を弾圧する際にはムハンマドは最後の預言者であるという教理を協情的に解釈し、両教は ムハンマド以降に発生したために偽予言者の教えであるとして正当化を図るとされる。イスラームにおける宗教的迫害については、親イスラーム主義的な学者と反イスラーム主義的な学者の間で評価が分かれている。反イスラーム主義的学者は、イスラームは本質的に多宗教に対し攻撃的な宗教であると定義する傾向が強い。イスラームによる 宗教的迫害に関して一つの大きな論点となっているのはイスラームにおける強制回収の有無や程度である。親イスラーム的学者は少なくとも競技の強制回収は全くなかったか極めて稀な逸脱であったとし、さらにジズヤの支払いやズインミー身分の強制などの抑圧による抗議の回収についても その存在は認める者の,の差別の度合いを少なく見積もる傾向がある。一方、反イスラーム主義者の側は、現在では、ズインミリに対する、非語実態の不平等性、非対称性を強調し、協議の回収と合わせて、イスラームの攻撃性を強調する傾向がある。もう一つの論点は、歴史的にイスラーム教権で取られた、宗教的弱者への、 寛容な政策についてである。親イスラーム的学者は、これらの寛容な政策を高く評価し、イスラームの平和的性質と主張する傾向にある。対して、反イスラーム的学者の側はこれらの寛容な政策は所詮は、不平等な共存に過ぎないとする傾向にある。ありがとうございます。